普段の練習の中で先生のハンドサインを見ること、音楽を耳でよく聞くこと、みんなで心を一つにして頑張ることを重点に頑張ってきました。今日は大勢の皆さんの前で初めて演奏します。1曲目運命では各パートに分かれて演奏し、2曲目スティングでは1-1-3のリズムを叩きながらフィギュア8パターンという体型変化をします。3曲目のハンガリア舞曲では中央でカラーガードのお友達が体型を変えながら力いっぱい演奏をしてくれます。それぞれ見どころがいっぱいの舞台です。みんなで心を合わせて演奏を頑張ってくれると思います。会場の皆さんも温かい拍手でお迎えください。Thank you.
Thank you.